はこれから八千代中央で賛美します。ぜひ八千代市の救いをお祈りしていただけたら感謝です。主こそ神、喜び
光、光放て、 yeah、 あなたと歩
今歌った曲は命の光という歌なんですけど、私たちいろんな、それぞれ人生歩んでると思うんですけれども、でも大切な命が与えられている、命がなければ今日の一日もないし、でもこの命、まあ何十年この地上でいれるかわからないけれど、でも本当にこの命が光で満ちていく、この命の光、そのような光を持って歩んでいくことができる、そのような光について歌った曲です。次の曲は、ありのままソングという、歌を歌いたいと思うんですけれども、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。Yeah.
ついて、まあ、歌ってる曲なんですけど、ちょっとアップテンポでどういう歌詞を聞き取れたかわからないんですけれども、この手足が与えられてる理由、それは主を賛美するため与えられたものという歌詞なんですね。この主というのは、まあ、主っていう感じなんですけれども、私たち一人一人を作られたお方、その方がおられるということ、それをですね覚えて歌ってる歌です。私たちを作られたお方がいる。何か電気製品を使うにしても、携帯を持っても、その携帯を作った会社があって、でもそのように何か私たちの存在も誰かが作っている。そしてそのお方を歌う、そのために生きてるんだというですね、曲です。ありがとうございます。続いては全世界に出ていこうという、歌を歌いたいと思うんですけれども、あ、違いますね。全世界に出ていこう、はいはい、それでは歌いたいと思います。
聞いてくださってありがとうございます。また、機会がありましたらお会いできたら感謝です。失礼いたします。通報されちゃったので失礼します。ありがとうさん。
ました。話を感謝します。ありがとうございましたが、感謝します。詩を聞いてくださった一人一人に、あなたの愛と恵みが受けてもらえますように、イエス様に出てます。アーメン。あ、すいません。火曜日だから。いや、通報されちゃった。やめろと通報されたので、警察の、ですよ、今日ね。警察の方来られたんですね。通報日やんけ。郵便局さんだけど、免許しかやってないし、周り住宅じゃないしね。それの前の方じゃないですか。いい感じですよ。ありがとうございます。聞いていただいて。嬉しかったです。心に響くものがあります。本当ですか。よかったら、はい、グループ名ってあるんですか。ああ、そうです、ね。まだついてないの。まだそうですね。そんなに考えてなかった。はい。で、またどっかでね、やると思うんですね。ああ、はい。違えるかな。そうですね。また、緑ヶ丘の噴水広場で、12月はやるかもしれません。クリスマス、はい、12月ね、はい、12月入ったらやると思いますので、またその時午後土曜の午後、もし機会あればね、緑ヶ丘でお会いしてできればと思います。緑ヶ丘の駅だって。緑ヶ丘、12月土曜日、はい、一応の日付は、第3の、土曜日。今日はね、奈良市の文化ホールでね、フラダンスの発表会に行って、その時にハワイアンのなんとかを歌ってくれました、男の方も。あ、そうでしたか。ハワイアンなと思って。それをね、歌ってくれて。嬉しい。疲れたので、はい、そしたら、嬉しいです。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。見てくださり感謝します。今日はちょっと緊張したので、今日はここまでなんですけれども、続けて八千代市の救援のために、20万人を全員が使えるように運営していただけたら感謝です。ぜひありますように、シャロー。見てた。